掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ1月の17日火曜日 January 17th Tuesday、 エトラジは第235回目を迎えております。 235th ね、なんやかんや235まで来ました。まみこさん、はいね、どうするんだろう、どうなるんだろう、家康くん、そしてこうする秀吉くん、あやかる豊臣優勢さんまでできてます、ね、キャッチコピーとしてできてます。そして、土曜日に言いました、訳せるねねさん、気にするちゃちゃさんと言いましたら、まみちゃんが訳せるはちょっとって言うから、一応案は考えてきました。最終まみちゃんが自分でもうそろそろ作ってください。任せるねねさんとかね。流せるまみ、ね、まみさんちゃん、流せるねねさんとかね、一応4文字、2つ作りましたんでね、訳せるか、任せるか、流せるか、寝かせるでもいいけどね、なんかね、なんか考えておくなましいうことやんか、ね。はいはい、で、ちゃちゃさん気にするちゃちゃさんって書いてるけど、本人分かってない。まだ気づいてないと。まだ自分はどうする、ちゃちゃさんって言うてよって言ってはったまま。どうする、うん、でも気にするちゃちゃさんやからね、うん。そんな感じで。どうするどうするどうするいや、どうするってねねさん。訳せる、任せる、流せるしかなかったら、これ一個消さなあかんから。一個残さなあかんからね。訳せるか任せるか流せるか、いや今浮かんだらそれ採用はするよ、うん、却下もするけどね、もちろん、あまりにもちょっとその言葉はああいうのあったらね、うん、でもとりあえず訳せる任せる流せるだったらどれ残しときます、うん、今のキープくんいうやつですね。流せる、流せるを1個キープしときましょうか。だから下ネタアッキーさんが言ってもこうスーッと流せるとかね、うん、流せるねねさん、これを一応、仮ピックアップしてまたね、うん、いいの浮かんだら自分でね、この20分ほどの間でね、そういえばってね、さっきの話聞いてなかったいうぐらいね、もうそのことにね、専念しててもらってもいいですよ。いいですかね、もうしててもらうぐらいの相槌は打ってくださいね、でうまいことなってるよね。俺考えたわ、ちゃちゃ入れたいのちゃちゃさんで言う言葉だってさ、 あの子の役割ってそうやん、ね、でここで今流せるになったら、あ、まみちゃんってそういう役割なんて、で俺が一生懸命喋ってても、ゲストさんが英語と言うたらそこで英語喋ってはるやん、英語に訳してはるやん、ほんなら今の本題には流されてるわけ、本題はね、みんなでも、あ、役割分担でそういうことかってね、で新しくっていうか、まあ、先々月ぐらいから言うてるのが京極達子さんが出てきてね、この前ツイッターにちょっと勉強したんで、ツイッターにも京極達子さんって何者かを自分の中で把握したんで言うとくと、来月の木曜日になるまでちゃんと正式発表しないんですが、ご本人さん含めて、理解度でみんなまだ理解で誰もしてないの、どういう関係かが分かって、秀吉さんと、ってこと、あ、まあまあ秀吉さんとは知ってるよ、もちろんね、あのね、浅井三姉妹とね、京極達子さんってね、いとこやね、だから、まあ、こういうイメージ出すけど、翔子ちゃんと、弥生さん、ちゃちゃさんってそういう関係扱いの立ち位置ってこと、あくまで演出上へ、まみちゃんのねねさんもね、あ、面白いと、ほんで言うてたわ、こっちのがお嬢やねんって言ってるのはやっぱり京極達子さんのが名門の出やねん、武田さんの奥さんやったしね、もともとね、まあまああって、で寿命を全うしたんちゃうかまで話してたら、ほんまにあんまさんになりはって寿命を全うしてはんねん、だ江戸時代まで生きてんねん、戦国時代から江戸時代初期まで生きてね。ちゃちゃさんは秀頼君と自戒するからね。で、ねねさんはもちろん家康君との間が関係が良好やったから、高台寺でね、ちゃんと、やっぱりそちらも寿命を全うされるわけ。多分ねねさんも80代ぐらい生きてるんちゃう、ね、まあまあ、なんとなく置き換えると、合ってるやんってなってね。ほんで、ちゃちゃさん募集した時に結局ちゃちゃさんは、やゆちゃんだけで、あとの子、3号5号7号を見てたら、あれってなって、ほんでなんか初号とかなってね、してたら号ちゃんがどっか行っちゃって、まあ実際どっか行っとくがの方行っちゃうしね、あ、まあまあかなえちゃんが初ぐらいかなぐらいのね、まあまあ、うわ、そこも言われたら三姉妹、浅井三姉妹になってるやんとかね、なんかなんとなくうまくいってる、なんとなく歴史上の配置にちゃんとこう収まる人生、あくまで僕目線やからね、まみちゃんからしたらこの前もほら、先月やった、先週が言ってたこと、フランスじゃないわ、どこか、同じ時代のね、どこかのクイーン、クイーンっていうか
でも裏返したらそれも安土桃山時代の向こうの時代ちゃうんぐらいの歴史的に ああいう争い事があるってそうやん、うん、要ドラマでもあるやん、うん、あの時代はねそういう領地争いをしてた時代やからさ、うん、なんでやろうね今平和やん、ね、変な話世界中が平和やん、地球の波動なのかな、ね、まあ、正確には平和じゃないとこもあるかもしれんけど、うん、基本さ、うん、地球規模で、まあ、みんなが見れるようになったのもあるけど、うん、同じ感じやん、うん、語弊もあるし誤差もあるよ、うん、でもさあの時代ではないや奴隷の時代じゃないや、うん、身分制度にしてもさ、うん、すごいよな、うん、ね、だから地球は動いてんのかな、ね、うん、地震は起きる、ね、うん、それは想定ではない前提だ。1995年1月17日の早朝5時46分やったかな、発生した阪神淡路大震災、今日なんです、ねね、ボランティアが復興の大きな役割を果たしたためこの日4月17日は防災とボランティアの日と定められています、まあ、ご自宅やサロンやスタジオの、ね、備えは万全ですかというのが、まあ、今日の365日の広告コピーのアレンジ版でございますが、ね、あの頃というか地震があるたびにね、その備えは大丈夫とかさ、立て付けじゃないけど、そのほらこう突っ張り棒をつくしたりとか、ね、タンス倒れてこないようにとか、うんうんうん、それからあのほら防災グッズでリュックにね、いろんな、うん、とかね、うん、備えたりね、一応備え、お水とかね、まみこさんって最近あるでしょ、うん、あの携帯の電池で充電とかね、充電とかね、ガイドさんせらあかんからね、うん、とか、まあ、それで、あ、でもこれも防災グッズとしても使えるっていう発想ね、うん、あの電気が来てること、まあオール電化の家なんかもあるけどさ、うん、電気ない状態ってやっぱり大変よね。もちろん携帯充電できなかったらそこからでしょ、うん、電気のありがたさってすごいことじゃんみたいな ね、もちろんライフライン、水道ガス、電気いろいろねあるし、もちろん携帯のこういう、電波もあるけどさね、まみこさん、うん、ねっていうか、まあ当たり前のことを言ってますが、当たり前じゃないのよっていう話とかね、なんかそう言ってるかな。確かにね、あの電気代ガス代は上がってるけどね、まあ、電気代の場合はエアコンもかけるし、ね、ガスの場合も水が冷たいからついついお湯に、ね、あのお湯で洗いたくなるから火がバッと出てね、まあまあやし、現実にも1500円ぐらいが1世帯あたりペッてなんか上がってるみたいなことをニュース番組とかで見たけど、まあ正確かどうかわからんけどね、まあまあそりゃこの時期ね、冬と夏は上がるよね、もともとね使うよねっていうね、エアコンも含めてね、お風呂もあのほら夏場でもしょっちゅうシャワーしたくなるやん、汗かいてねとかね、まあまあいろんな時期があるけど、それが当たり前にできることの幸せ、うんうん、という防災とボランティアの日、防災とボランティアの日、ね、はい、で、あみちゃんはもしマネは見た、もしマネ、あ、もしものマネードだったかな、見ました、もしマネ、ね、テレビ大阪さんで日曜日1月15日日曜日の午後2時からの放送、うん、TVer でも見れる、 TVer でも、うん、まだあと1週間ぐらい見れるのかな、で、なんやねんそれっちゅう話ですけどね、まあ土曜日のね、まみこ&アッキー、アルジズワールドボリューム87のシークレットゲストが、もうシークレットじゃなくなってますけどね、辰巳くんがね、辰巳さん、新藤さん、新藤辰巳さんが出ていただいてね、まあなんか一つの仕事として俳優業をされてるってことで、俳優として出るのか、ま、もちろんもしまね出るねん言われただけやからね、思ってね、で最後番組のエンディングでも、明日テレビ大阪出ることは内緒ですって言ったら、本人さんがね、ちゃんと しっかりね、時間とね、名前を言ってはって、まあ、番組タイトル言ってはったんで、はい、沖さんは気づきまして、翌日一応タイマー録画しといたんですよ、で僕は録画で見たんですけどね、まああのあれやね、再現ドラマいうやつやね、いわゆる、ああ再現フィルム、あのほらさんまちゃんのさんま御殿でもよく再現ドラマやってはるやん、ああいう再現ドラマ俳優やったね、あのそれが生きがいかどうかは別にしてね、再現ドラマだろうな、パネラーとかさ、いろんな役あるやん、レポーターとかさ、テレビ出る言うたらね、僕みたいにあのほら、裏前でインタビューされたよとかね、まあまああのどう言ったらいいかな、出役のこの立ち位置にあるじゃない、でそこがまあ想像はしてたけどね、想像はね、徳丸さんのお友達もね、たまに秀吉君やったりしてはったしね、あの NHK の歴史ドキュメンタリー、何やったかな、歴史、何やったかな、あの歴史番組でね、やってはったりね、はい、体験ドラマやってありました、つけ麺屋さん
うん、もう言うでよな。本人だって ツイッターに上げとったで、あれテレビの画面撮ってんちゃうか。まあまあ景色を撮ってると撮ればまああれやけど、たまたまテレビが映り込んだぐらいの画面に解釈すればかな思うけど、あのテレビ画面ずっとったで、お兄さんのツイッター見たら、うん、まあまあ これぐらいはぐらいで自分のね、著作権がどこにあるのか知らんけどね、まあ、もちろんテレビ大阪さんにあるんやろうけどね、はい、月見屋さんの役で、出てはった、出てはります、あゆさん ね、うん、アクトね、はい、僕らのね番組に出た時の方が若く感じたよね、まあ俳優さんやから 役、ね、役どころになるんやね、ヒゲの長さも違うかったしね、あ、ほんまにこの人ラーメン屋さんの店主やいう T シャツ、黒 T シャツやったしさ、なんかちゃんと雰囲気なるの、えらいもんやね役者さんってね、って思った、ちょっとしたそういうなんていうのかな、だってご本人さんもおって、ご本人さんの映像もあって、あ、この人の役で出てんねやっていうね、その、まあ、再現ドラマあるとこでね、さんまちゃんやったら堀健太さんがそこのさんまさんの役でそういうするしたりするように、でもさんまさんもそこ映ってるやんみたいなので比較したって、あ、この人の役やったんや、ね、まあまあ出てあったんです、はい、お兄さんもね、でまあまあ一つのつけ麺ブームってあったもんね、はい、今も結構あ、まあまあ、あの並んでます、ね、近所あるよ、アキロケステーション近所もあるけどね、一回行ったことあるね、まあ、でも僕はごめんなさいね、僕はつけ麺より普通のあの天一こってりラーメンの方が好き、あのチャポンってしたような方がね、あったかくてね、そのままずるっと行きたいね、あの落語家さんちゃうからできんけどね、そんな上手じゃないけどね、ってね、これあのワンちゃんしか見えてないって、見えてないね、恥ずかしいんですよ意外とね。本日の誕生日、本日の誕生日、あ、いいですか、はい、なんか調べるもあったら調べてもらっていいですよ、福岡関係ない関係ないですよ、何を見てはるんですか、福岡に申し訳ない、何を見てはる、急上昇ワードか、あ、はい、わかりました、あ、言わんときます、勝手にね、あのグーグル探げてるもんまでね、はい、なんですか、見ないで、あのね、皆まで見えないのよ、で、自覚の少ないもの、画数が少ない、まあ、ひらがなとかはね、遠くからでも見えるんですよ、それだけやね、はい、本日の誕生日、お誕生日、はい、元歌手、元歌手、たかひろくんのママ、ああ、分かってきた、分かってきました、あ、そう、はい、旧姓山口、はい、現在三浦桃江さんお誕生日、ハッピーバースデー、1959年1月17日ね、うん、俺入ってんねんな、も僕ね、も桃江ちゃんの幸せの何ですか、桃江ちゃんシリーズ入ってんねん、おお、ここにおんねやろやけどね、はい、ね、いるんですよ、あ、あらららら、手本がいいかな、おもえちゃんシリーズ僕持ってますよ、はい、なんかありますリクエスト、リクエスト、コスモス、ほんま、あ、ちょっとあの喋っといて探しとくわ、あると思うんで、コスモス、え、コスモスってどんな曲やったの、薄紅な薄紅のかないいよ、いや、でもね、僕ね、山口百恵さん、まあ、堀北真希ちゃんもそうやけどね、あの形って素敵や思うけどな、江戸の形、結婚して、ね、引退して、もう伝説にしてしまうっていうね、山本浩二君の奥さん堀北真希ちゃんもそうやんか、あ、でもちょいと出てきてくれへんのか、たまにね、週刊誌とかでね、あのちょっとポチャっとした主婦の山口百恵さん、メガネかけたね、山口百恵さんの写真が出てたりしたことあるけどね、もうほら引退コンサートでマイクを置くシーンとかさ、たまにあの映像があるけど、ね、出てくるけど、なんかもうもちろん細いやん、ですごい、そのこれで二十歳ぐらいの ね、まあ、あの時二十歳やったから忘れたけど、貫禄ね、ってね、すごいな、旬ってあるんやろうけどね、だいたいアイドルグループでも3年4年で、ね、おにゃんことかで、まあ、活動時間って短かったりするけど、爆発的に売れるとそこがもう伝説になるからね、すごいわ、かぶってるけどね、かぶってるからね、前奏がないね、昔の昭和の曲ってね、薄紅のコスモスが秋の日の何気ない日だまりに
こんな感じでしょ。そう、ね、もういつ聴いてもいいよ ね、 ね、年々経ってもね、素敵な、はい、ですね。ということで、山口百恵さんの以外、平井堅さんとかね、りょうちゃん、女優のジョー、りょうちゃん、女優のりょうさんっていう女優さんがいるんですけど、ね、うん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 、お誕生日です。あ、お誕生日です。平井堅さんはシンガーかな、はい、かな、そうですね。のりょうさんはもうアクトは女優さんかな、女優さん、はい、はい、フォーモール、お誕生日です。あ、まあそれだけ言うときます、うん、お時間ほと、残り7分、おむすびの日、おむすび、はい、ボランティアの炊き出しで励まされたことなどから阪神大震災で、ね、1995年、平成の日曜日、まあ、おむすびの日、だから、お腹すいたとかさ、まあ、あのほらカロリーメイトもそうやけど、その、うん、まあ、その特定戦でも、うん、おむすびおにぎりね、そのなんかお腹すいた、おむすびって言います、おにぎり、おにぎりやね、うん、おにぎりって言うけど、まあ、一応おむすびの日って書いてあったからそうやけど、うん、そのほらもう腹ペコの時の握り飯っていうのはですな、うん、たまらんですな、うん、活性化。あとチョコレートもそうよね、あの登山とかね、ピクニックで行ってた時のチョコレートね、うん、まあたまらんですな、うんうん、ね、やっぱり青空の下で食べるおむすび、ね、はい、まあ、ほんま弁当でもいいの、ね、駅弁でもいいのよ、うん、でもまあ、まあ、そうね、遠足とかもね、うん、そうやね、おにぎりがあれば、あの知らん人の握ったおむすびを食べへん人もおるけどね、 まあお母さんが握ってくれたら食べれるけど、うん、みたいな人もおるけどね、うん、マミちゃんっておむすび作ることあるの？ありますよ、お弁当、うんうん、あ、お弁当でね、うんうん、とか、あのいつの頃からはさ、カラ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 からさ、うんうん、ラップにさ、そのままご飯ボンって乗せて、うん、ラップのごとをくるくるって丸めたら、うんうんうん、もう手汚れへんしみたいな作り方、ね、作り方ね、もっと振り返れば三角の片押しするおにぎりの、 あの、ね、なんかあったでしょ、あんなんとかね、うんうん、なんか時代時代なんかもしれんけど、うん、いつの頃からかそのラップでシュッて巻いてあるおむすび、あ、これ楽やないと思うようになったけどね。そうそうそう、やっぱりまあ手もねあれだし、うんうん、まあ、ちょっと厚くないというか、やっぱり結構そうやね、一枚皮じゃないけど、うん、まあ、ビニールがあることによって ね、 それでキュッて、あの、なんだろう、おむすびっていうかできる、うん、あの現地でもそのままラップだけクチュクチュってしてポイってすればいいから、その箱に入れていかんでも ね、 あ、そうね、おむすび の、 そのラップしたやつだけをちょっと潜ましておいたら、うんうん、俺だからようイベントの司会の時潜ましてたな、うん、何食べれるかわからんかったしね、結構ね、イベントの司会ってね拘束されるんですよ、うん、何がって言ったら、いわゆるリハから入って終わるまでね、うん、で一応片付け終わるまでみんなが出る時まで一応気使っておるわけやんか、うん、結局飯食ってないやんって、あ、だいたい飯時にやるからね、お昼イベントにしても、うんうんうん、夕方夜イベントにしても、うんうん、あ、これは隙間でねってビール飲むわけにいかへんしね、うん、MC がね、でだからちょっとなんかあった時にあのチューってするあれ何やったかな、チューってなんですか、あのゼリー状のね、あの飲み物もたまに補給するけどね、うん、現場でね、うんうん、あるいは潜ましとくね、よ、だから釜の中で後で気づいて忘れたらラップがもうぐちゃぐちゃになって、あの釜の中で変形したおむすびを握りになってるよね、ナムちゃんとかも和菓子変形してたりしずるんちゃう、釜の中忘れてた、あ、いただき物ね、そうね、うん、おやつね、にょんってでも、うんうん、こんなにょんってね、うん、気づいた時にはね、もう、うん、あのまんじゅうがまんじゅうってなってるみたいな、ね、うん、あんな状態なことあるけど、うん、味は変わりません、はい、味は変わります、おむすびの日でございます、うん、おむすびの日、ね、なんかありますか、おむすびの、おむすびなかったら逆質問コーナーか、本日のお願いします、逆質問コーナーなんで逆質問コーナーって書いてんねんと思ったら、はい、せやん、今日マミちゃんに助けてもらう思っとったんや、逆質問コーナー、本日のお題で見ねんけど、はい、マミちゃんがなんか聞いた、まあ、一緒やね、逆質問、まあ同じ本日のお題でもあるし、逆質問コーナー、うん、しといたら、うん、あの結構今日空白があるんで、ね、うん、あとはもう落ち着けるだけで終わりなんで、ね、はい、はい、なんで、まあ、おむすびの日ということもあり、うん、遠足の思い出、遠足の思い出なんかありますか、かっていう、これを遠足と捉えるかわからへんけど、うん、あのナイトウォーク、ウォーキングしたことがあって、ナイトウォーク、夜中歩くやつ、リュックだけ背負って、はいはい、でお互い友達同士で歩いてんねんけど、うん、寝合いっこしようってなって、夜中眠たくてね、うん、で手つなぐか肩持つかどっかリュック持つかして、お互いが寝てもいいね、でも足は動いてんね、引っ張られて、あ、まあ、まあ、あくまでもうほぼ仮眠っていうか寝てないねんで、うん、でも意識が朦朧としても、そうそう、お互いがそういうことをしよう言うてナイトウォーキングした、めっちゃ覚えてる、
うん、だから無意識で歩いてるけどゴールだから引っ張られてるからね、あのガードしてもらってるからね、あのこけんようにね、で足だけ無意識動かしててもうほとんど寝てる、もう要は眠気状態ね、3時4時とかね、ちょっと雨も降ってたんかな、みたいな時にね、お互いがそれ井上くんやったと思うんだけどな、でこうしてね、あのやことを一番の思い出です。遠足と捉えるかどうか、ナイトウォーキング、その時あのお弁当はあのね、多分、各自持ってこいだと思うし、それからイベント主催者がポイントポイントで支給してくれる お菓子とか、イベントとしてナイトウォーキング、イベントのナイトウォーキング、もうなどこが主催してたのかな、青年団みたいな、青年団いう言葉があるんかしらけど、そういうほら青年、なんとか会議所、青年会議所、JC かそういうの、なんかどっか町か地か、そういう、がしたい。だからすごい人数で言ったらもう1000人近くおったんちゃう、で僕らも参加賞を置いてね、あの安全たすき、黄色いこう、蛍光たすきしてね、リックしてね、ジャージでね、はい、じゃあとりあえずマミコさんの遠足の思い出どうぞ。私の遠足の思い出、残り2分になりました、2分8秒。遠足の思い出、やっぱりお弁当かな、やっぱりお弁当、あ、結びの方で、お結びの方でお弁当で、ママさん作りの、ママさん作りのやっぱおにぎり、そうやね、まあ定番やけど、やっぱり何入ってんの、卵焼きウインナー、ちょっと甘めの卵焼きです、辛めです、そうですね、はい、ごめんなさい、卵焼きと今何言ってた、タコウインナー、タコウインナーね、赤ですか、茶色ですか、赤やな、あの時代赤く、果物、何入ってるの、果物、バナナ、まあリンゴかな、あリンゴとか、あのウサちゃんになってる、大体ね、そんな感じ でちょっとやっぱりあの可愛く、普段もちょっとお弁当やったんですけど、私学校、学校がね、給食じゃないのにね、給食じゃなくてお弁当やったんですけど、あの遠足の時はちょっとやっぱりなんだろう、可愛いお弁当、ちょっと可愛く、普通やったらもうおにぎりとかじゃなくてご飯ポーンの時、普段はおっさん弁当やけど遠足行った時は遠足でもおにぎりこうね、はいとか、ブロッコリー入ったりとか、可愛くお母さんもあしらってくれるわけですね。おやつも持っていけるから、ああそういうことか、そうそう、その時は100円ぐらいだったんちゃう、俺300円で、小学校の時とか俺300円、ずっと300円で、一回500円いったかな、そんなの高何年で、だあまあまあ相場ね、300円の思い出、時代ちゃう、時代違う、ギャップちゃう、ジェネレーションギャップ、あ、そろそろお開き、お開きですね、まあキャラ弁までは行ってないでしょ、キャラ弁まで行ってない、まだね、時代がね、今はね、そうそうそう、そういうおやつもね持っていけるから、もうやっぱり一緒にお母さんと買いに行ってとか、ああいい感じですね、これ持っていくとか、これにするとかね、いろいろ楽しいじゃないですか、一緒に市場からスーパー行ってね、あの玉作りまで下見行こうか思ってたんですけど、また考えます、はい、ということでお時間です、マミコワールドさんありがとうございました、 Thank you for watching RJ、 それではまたお会いしましょう、 Thank you for listening、 See you next time、 おむすび、おにぎり、遠足、レスポー